とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、コメントいただきました。ありがとうございます。タワーの下の島、そこに行くことができるっていうコメントですね。結構前にもらってたんだけども、ちょっと、やり方が難しくって、できなかったんですよ。説明してもらったんだけども。ちょっとわからなかった。でも、昨日、ようやく、行けるようになりましたので、行き方、説明したいと思います。まず、タワーの、ここ、横のね、ここに乗ってください。で、ここから、左上の部屋があるでしょ。あそこの、ヘリの部分に向かって、ジャンプして乗ります。これがちょっと難しいのよね。ああ、ここじゃない。ここじゃない。そこじゃない。その横のところに、うまいこと、ジャンプで乗ってください。こっからね、結構難しい。ああ!よいしょ!ああ、いけたいけた。これですね。ここ。で、こっから、さらに、右斜め上に向かって、ジャンプします。下に、島が見えるでしょ?あそこに行けるんですよ。うまいこと行けば、行きます。そっ!ああ引っかかったまあ、とにかく、結構難しいです。で、簡単な行き方も発見して、こっち、ここだね。ここに立ち上がってください。ギリギリのとこまでね。で、装備で、これ、テレポートをする装備をつけてください。で、テレポートで、右斜め上かに向かって、行きます。そうすると、成功すると、行けるんだよね。OK! 行けた。こんな感じですね。で、まあまあ、この島に着いたんだけども、別に何かあるっていうわけではありません。うん。階段もないので、上に登っていくことができないんだよね。でも、うまいことを、ローリングしていけると、ここの山の上に、なんとか到着することができるらしい。まあ難しいんだけどね。相当難しいんだけども、まあいけることはいけるらしいです。はい。で、下に落ちると死にます。死んじゃいました。で、もう一箇所行けるところがあって、そこが、こっちですね。こっち側から、こっちに向かってください。で、この下は、スタッフルームがあるところなんで、スタッフルームには行かずに、こっちに行ってください。で、ここの、端っこのところ、こっから、斜め上に向かって、テレポートをします。そうすると、到着します。で、HP が、こんぐらいだったらば、死にます。マックスにしてください。HP マックスじゃないと死にますので、それは注意してくださいね。じゃあ行きまーす。HP に注意して、さっきの、このギリギリ端っこのとこだね。こっから斜めに向かって、テレポート!トン!おー、ギリギリ HP が持った。ギリギリ持った。ここに到着しますね。よいしょ。で、うまいこと行くと、この山の上にも行けます。うん。でも、結構、稀な感じ。難しいです。で、ここに着いたら、この下の方に、船があるのよね。で、この船、別に乗ることができて、出航することはないんだけどね。ここに乗ることはできます。はい。で、もちろん、落ちると、死んじゃいます。はい。ということで、今日は幻の大地に行く方法を教えてもらいました。ありがとうございます。こんな感じで行くことができます。まあ、行ったとしても、まあ別に何もないっちゃ何もないんですけども、はい。やってみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。